谷由紀選手が今日復活します。さあそれでは大見由紀選手、用意よろしいでしょうか。はい、さあそれではスタートします。さあ久々の大会はフライングスタートだ。出産を終えて、子供を、なんでそこがレースに入る。さあ約2年ぶりの大会なんですが、ちょっとスタートは悪かった。まあまだ、1ヒート目なので、この2ヒート目に合わせてちょっとコースを覚えていってほしいと思います。さあ久々の、ジムカラ大会ということで G310 で出てきております。 GMW のさあ昔と一緒、間隔が深いですね。さあ全然練習してないんですけどね、実際にありますね、結構いい勝負になってますね。何一選手、さあここの奥の、広場のそこは左だ、左で真ん中から出て、あ、今日はそういうコースなんですね。はい、で8の字をやっていきます。さあ今スタートで行きます。さあここからエンクラスの2ヒート行きます。今スタートラインに立っているのはゼッケン52番、浜田選手です。さあそれでは浜田選手、用意の方はよろしいでしょうか。はい、それでは浜田選手スタートします。さあ、ここから今日の2ヒート目ですね。浜田選手今まで力を出します。後半とうまく入れていって、今日このコースに合わせてね、うまく曲がっていっております。スッと振りながらもう着に決めていく。さあゴールです。今のタイムは1分58秒79です。さあ、